うわ、なんか来た。これつぶやいたらさ。あ、そう。つぶやい音追です。はい。もう、はい、開始してるかな。いいですよ、音追して。はい。はい。来ましたね。来ました。相鉄会です。相鉄会の今日は何ですか。忘年会配信ですね。お。はい。皆さん、こんばんは。こんばんは。本日は2021年。12月28です。28か、ね、うん、ということで今日、あ、やべ画面で音量出てるとはい、ということで相鉄会の忘年会配信をしようと思います。よろしくお願いします。お願いします。パチパチパチ。で、動画とかいろいろ僕ら出させてもらって、まあ30本動画か出てて、はい、まあで相鉄会とは何ぞやということで自己紹介動画を、まあ自己紹介をしようかという流れになりました。はい、今日という機会がありますからね、はい、なので、はい、じゃあまずみんな自己紹介しよう。はいはい、はい、じゃあ左からどうぞ。左ちゃん、あ、僕か僕かどうもこんにちは、ダーちゃんと言います。ダー君とかダーちゃんとか言われてます。まあダーちゃんって呼んでください。よろしくお願いします。はい、次、はい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 、ひろしです。イケボひろし、ひろし、ソーニャンが好きで追っかけしてます。よろしくお願いしますよろしくお願いします。お願いします。はい、はい、うさみです。うさみ、うさみよろしくお願いします。よろしくお願いします。うさみ、はい、ということで今日は相鉄会自己紹介で5つ話すテーマを決めてきました。イエーイ。1が普段使う駅、おーで、2が好きな車両、車両ね、車両、はい、3が好きな駅ね、で4がちょっと僕らの話なんですけど、自分たちが出した中でちょっとお気に入りの動画、はい、相鉄会動画で、5が相鉄会の今後の展望ということで、はい、はい、今後の夢とかね、夢、はい、語っていきたいと、はい、時間はまだ全然大丈夫ですね。まだ大丈夫です。行きましょう。はい、じゃあ普段使う駅、じゃあ今度宇佐美くんからぜひ行ってみてください。普段使う駅はやっぱり横浜です。横浜、横浜、横浜、ね、まあ相鉄のなんていうか本拠地と言っていいんじゃないですか。ああ、そうですね、やっぱり横浜駅はすごい広いですけど、それでもね、相鉄線はすごい存在感のある駅で、はい、よく使います。宇佐美が、そう、ツイッターは宇佐美の更新が多いんですけど、うん、横浜駅のソーニャンは大体宇佐美が、そう、てか今日撮ってきたんですよ。撮ってきた後でツイートします。そう、宇佐美のね、あのツイッターが、うん、あれはどっちなんですか、上の出口、あの相鉄ユーザーっていうか、うん、その西口のどっちの出口、上の出口、下の出口っていう、あ、確かに2階出口もあるから、うん、まあ、どっちもあるんですけど、ソーニャンがあるのは、ソーニャンがあるのは両方実は、あ、そうなんですね。メインが1階の改札で、2階にはそのメッセージボードみたいなのもあるタイプのものがあります。じゃあ、あれだ、5番街出口の方があれだ、うんうん、そうですね、ソーニャンのやつ、ソーニャンメインで置いてますよ、うん、皆さんも行ってみてください、はい、すごいよく変わるんで、ぜひチェックお願いします。じゃあ、ひろしくん、普段使う駅、僕は、ほんと横浜の真逆なんですけど、海老名ですね。おー、海老名、絶賛工事中、絶賛工事中ですね。いつ終わんだろう。工事が終わるのがね、はい、工事が終わればもっともっと便利になるのかなと、はい、海老名ってあの改札が端っこに1個しかなくて、はい、乗る場所間違えると思う、めっちゃ歩くんですよ。そうですね、まあ、でも駅降りれば、うん、あの本当に平和な街並みがありますんで、よくよくというか、ほぼ毎日、うんうん、利用させてもらってます。そう、あの今海老名、あそこあの出口工事中ですもんね。そうそうそう、一番先頭車両の方の、はい、うん、出口を工事中で、まあ遺跡が出てきてしまったんですけどちょっと、ね、まさかね、そう、まさかね、遺跡が出てくる、工事が滞ってますけど、はい、まあ、来年には
あ、じゃあ僕は大和駅使いますよく、うん、大和駅使います、はい、小田急と乗り換えで使うんで、はい、はい、大和駅もそうちょっと難しいですよね乗り換えが、うん、あの小田急線そう小田急との乗り換えが、ね、うん、そうで前は改札なかったんですよ小田急行くときにそのまま小田急に乗れたんですけど今そう改札1回通ってからその出ないといけないからあれちょっと難しいんで今度紹介動画とするといいかもしれない大和駅攻略いいねいいねそう大和駅攻略の、うん、そうで大和駅も大きいそうにゃんがいるから、うん、いるのが楽しみな駅ですね大和駅普段使うそんな感じです、はい、じゃあ次今好きな車両うわ好きな車両どうですか宇佐美が一番車両詳しそうだからじゃあ一番最後にして詳しいのかな僕行きますお好きな車両は8000系ですああちょっともう普通な感じでごめんね8000系ファン多いですよねそうです8000系僕は実家が鶴ヶ峰なんであの高校の通学の時とか使ってました普通に8000系デビューしてから、はい、まあ何年経ったか分かんないですけど昔の相鉄ってなんか緑色の車両が多かったんですよ、僕の小さい頃の時8000系が出た時のこのかっこいいなんかちょっと都会感がすごい嬉しくて、はい、まあ、なのにボックスシートがあーいいボックスシートがあるすごい思い入れのある車両まだ現役なのが嬉しいですねすごい楽しいんで乗ると楽しいですドキドキいいですねはい、うん、はい、次まあやっぱ相鉄といえばネイビーブルーだろうとほうまあこれは本当都心にね入るに向けて作られた車両で、うんまあ、いわゆる2万系だったり、うん、2万1000系だったり、うん、見た目がかっこいいっすよね、うん、あとやっぱ意外にシートの座り心地がめっちゃいいあ確かにちょっとふかふかしてますもんねそうですよ、うん、高級感ありますね、うん、であとは言わずもがなソーニャントレイに乗るとテンション上がりますそう今何代目ですかソーニャントレイ今何代目8代目か9代目かあそんななんだ、まあ、毎年こう新しいのが出るんで、うんまあ、ちょっとね2022年はどういうテーマで来るのかいいのかなです、ね、毎年更新、まあ、半年ぐらい更新いや1年に大体3月に変わるでその記念キットとかも、うん、大体毎年そのタイミングで売られてうん、で今年が絵本のあれだったテーマだったんで、うん2022年も絵本なのかなそもそも絵本は出るのかなっていうまあそこは相鉄さんよろしくお願いしますああそうにゃんね、はい、楽しみにしてますね楽しみにしましょう、はい、じゃあ、はい、うさぎ氏まあ、迷いますけどねこれはね、うん、好きな車両確かにヒロシの言った1万2000とか2万系2万1000の顔がすごいかっこいいのは同感、うん、で見た目は確かに好きなんだけど個人的にすごい居心地がいいなって思うのは9000系ですねおしかも意外とその横浜ネイビーブルーに、うん、まあリニューアルとかされてそうだ、ね、車両自体は昔からのもの、うん、色がねそうそうそう色は今のデザインに合わせてあって、うんあとはやっぱりダッチャみたいなけどボックスシートがあるんですよね。ああ、そう9000までね、うん、ありますからね、うん。なのでやっぱボックスシートで座って、うん、沿線のね外を眺めながら電車乗るのが好きです。うん、だから9000系か居心地がいいし。そうですよね。夜になると色がまたちょっと車内が落ちて。おしゃれだよね。おしゃれですよね。うん。うん、さすがです。さすがです。さすが。さすが。じゃあ次のテーマです。3番好きな駅。好きな駅相鉄の中でじゃあひろしくんからいきますか好きな駅ね、うん、まあいろいろあるんですけど、うん、二俣川ですかねおおここですね今まさにここいる場所です二俣川ですねはい相鉄グッズストアもありああそうねそうにゃんいいしね以前動画にもさせてもらいましたけど昔住んでましてそうだそうだ10年以上そうですね、ひろしくん住んでましたね思い出もあり、うん、街並みも変わり、うん、でもすごいですよね、ちょっと今日散歩がてらプラプラしてたんですけど、うん、
もう二股か出なくても全部揃うんじゃねえのっていう。あ、ジョイナステラスがね、できて。ね、うん、で、なんか居心地もいいし、うん、まあ本当普通に好きな駅ですね、二股は。まあ皆さん、あの免許の時ぐらいしか来ないのかもしれないけど、ね、騙されたと思って、一度二股に降りて、散歩してみたら楽しいと思います。そう、いろいろあるからね。うんうん、ここ、二股の川辺ですか。はい、じゃあ次、宇佐美くんいきますか。好きな木。おー、これはまあいろいろありますけど、やっぱり一番惹かれるのは夢ヶ丘駅ですね。おー、あー、今絶賛開発してる。そう、今再開発の話があって、そうですね、ここもどんどん新しい感じになっていくのかなとも思うんですけど、うん、あのなんかね、ちょっと独特な、なんていうんですかね、ちょっとこう、鉄が丸くなって作られたなんか宇宙船にでもなってしまいそうなぐらいの見た目のインパクト。駅はね、だってね、関東100選の選ばれてる駅ですからね、うん、綺麗な駅ですよね、うん、しかも駅のホームからは富士山も見えるときは見えるという。そうだ。あそこはなんか横浜市感はないですよ。横浜市じゃないみたいな感じが好き、ね、うん、ちょっと横浜なのに横浜じゃないみたいなね、うん、ですごい好きですね。そうだ、キャンプ行ったんすかね。あ、行きました。キャンプが好きで、夢ヶ丘のね、我々も一応撮影をさせていただいた、うん、ディズニーベリーキャンプ場さんに行ってキャンプしてきました。一泊したっていうことで、うん、いや楽しかったですよ、うん、やっぱりあのね、おじちゃん優しいし、おじちゃん、そうじちゃんね、受付の ね、おじちゃんいいっすね、嬉しい、和みましたね、うん、野菜なんかもらっちゃって。アットホームだな、うん、本当にいいっすね。バーベキューとかまたね、できたらいいなと思って、うん、あ、いいっすね、やりたいっすね、夏にちょっとね、企画したいっすね、うん、以上です。はい、はいはい、あ、僕か。じゃあ、うん、ただじゃん。鶴ヶ峰ですね、僕やっぱ。バレたもしますけどね。やっぱ地元が一番ですね。地元、そう、地元。鶴ヶ峰の、まあちょっと、好きな動画の話にもかぶっちゃうんですけど、ズーラシアまで歩いたのがすごい、すごい僕、すごい嬉しかった。あの、今年の2月ぐらいか、寒い時期。思い出深いですね。思い出深かった。そのなんか僕 の、 あの出身中学校が、まあ、クソほどヤンキーがいて荒れてたんですね。めちゃくちゃ荒れてて、まあ、それとかも2人に見てもらって、ここがそうなのかって行きましたね。行きましたね。残念ながら学校休みだったから、あ、そう、あの校舎しか見えなかった。ヤンキーがね、まあ、今もいるのか分かんない。平日突しましょうみたいな。行ってみないと、ね、鶴ヶ峰は、まあ二股と違って、いまだにちょっと商店街がまだ広がってる感じが、デリカキングとかね、あー、そう、来ました、ありまして、まあ、おすすめのちょっとした個人店とか多いから、まだまだ掘れば出てくるし、まだまだネタ出せるんで、はい、また行きたいなと思いました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、今、ちょうど半分ぐらいか。そうですね、一枠目から、うん、じゃあ我々の話をするか。はい。なんか言い残したことある？大丈夫か？言い残したのか。大丈夫。あ、切りがなくなっちゃうんですけど。じゃあ話し続けよう。そうです。行きましょう。次。4番。好きな、僕らが出した相鉄会動画。好きな動画。好きな動画。じゃあ宇佐美から行くか。これはまた悩む話題ですけども。はい。そうだな。やっぱりちょっと一番思い出に残ってるという。うん。最近でもあるんですけど。うん。やっぱり西谷駅の動画ですね。実際その西谷駅から羽沢横浜国大まで歩くという動画がありまして、うん、まあ、見てくれた方がどれだけいるかわからないですけど、うん、やっぱりあのちょっと暑い時でしたからね。夏だったね。夏だったから、うん、やっぱりあの本当に歩ききるのも結構大変ではあったんですけど、うん、まあ、その中で新幹線が通ってたり、うんはいうん、あとは、ヒロシの夏休みシーンがあったり、ヒロシ君疲れてましたね。疲れてましたね、うんうん、あとはやっぱり西谷駅って正直今まで全然知らなかった、うん、そうだね、来ることはね、あんまりね、うん、なんかこういう機会がないと用事もなかったし、うん、だけど実際降りてみたら、うん、美味しい飲食店があったり、唐揚げ食べたし、そうだね、唐揚げね、唐揚げ大ちゃん食べて、うん、大ちゃん食べたし、うん、まあ歩いていくとね、うんまあ、ちらほらいろんな店もあるし、うん、洋食屋さんね、うん、美味しかった。意外と発見がある回だったなと思いました、うん、
そうですね、は西矢ね、から特急止まるからね、今ね。そうですね、特急止まる。西矢、羽沢横浜国道歩いたのはね、あの動画とにかく暑かったです、ね、暑かったですね。距離は大したことないですよ、うん、距離はね、そんなないんですけど、あの暑かっただけに、結構あのインパクトがあって覚えてるというか、そうだね、記憶に残ってますね。あの日、3本撮りましたもんね。そうだね、確かにね。我々結構そう、3本撮りとか多いんですよね、最近。結構収録をね、うん、ガチでやってる時も2本、3本とか、あるんでね。そうだね。はい、はい、じゃあ、ひろしくん、好きな動画。まあ、僕はベタなんですけど、やっぱソーニャンと写真撮ったあの、あー、あれが多分一番テンションが確かに、ね、泉中央でひろしが当ててくれたんですよね、チケットを、うん、であれなんか 1分とかなんか、なんか縛りがあったんですよね、確か、うん、ソーニャンとね、そう、なんかやっぱ他にもお客さんがたくさんいて、うんうん、まあでも初だったんで、うん、お会いできたのがまあ非常に念願かなった一日でしたね。そうですね、あのソーニャンの時はね、もう本当にはい、ソーニャンって言ってあしゃっ仕切りのお姉さんがまたね、良、うん、かったです。もうチーム一丸となってね、やってましたから ね、あれは本当に思い出に残ってます。そうですね、あの動画ちょっとまた見てほしいですね。そうですね、ソーニャン、ソーニャン会ってきたっていう動画ですから、ね、可愛かったな、可愛かったですね。あと僕、はいはい、好きな動画、動画僕編集僕やってるんで、なんだろうな、何が一番な、まあ、全部思い出あるんですけど、何が良かったかな、ね、いろいろありました、ね、最初の方とかはすごいな、テレビ番組のような希望感がね、行ったりとかね、何、ね、うん、だろう、いろいろ全部お見られがいますよ、僕は。前はなんかもう細かいところとかにこういろいろ配慮してカットとかしたりとか、まあ、そうすると逆に相鉄のこといろいろ知れるんですよね、地域のこととか。だからなんかより一層思い入れが深くなりましたね。あ、夢が丘の一番最新の動画、夢が丘の並走を撮ろうの企画はあれはちょっと編集頑張ったその、うん、なんかドキドキ感を伝えたくて、もう、まあ、何度も同じようなシーンなんだけど、何回目なるか何回目なるかっつって、ね、結構思い入れのある、うん、なんか使用してる BGM とかもちょっと頑張ってる感じの曲を入れたりとかして、うん、まあ、ちょっと楽しい思い入れのある動画、好きな動画、思い入れのある動画かなって気がします。はい、で5番、今後の展望。今後の展望はね、展望いやもう3人それぞれ思うところがある、はい、まあね、具体的にな話じゃなくてもね、うん、まあ、将来的にね、うん、なんかこうなっていきたいみたいな、はい、話せればいいんじゃないかなと。そうですね、じゃあひろし君がこういうのまとめるのマスだから最後でした。私が最後です。じゃあ僕が最初に行こうそうだな、鉄道系の YouTuber なんだけど、ちょっとこうやってグルメとかもやりたい、配信で、配信でグルメとか、あとたくさん食べるとかもいけるかな、なんかちょっと面白い、違った角度から相鉄を紹介するからね、グルメとか、あとあの何時間ウォーキングとか、企画系ね、そう、企画系やりたいなって思います。楽しいですよね、うん、まあね、いい店は多分たくさんあるからね。そう、店をね、俺らが知らないだけで、そう、いろいろ教えてもらったりとかね、あといいね、散歩道とか絶対ね、あるからね、配信 やりたい、配信そのためには YouTube は1000人いかないと配信できないから、1000人いきましょう、はい、頑張りましょう。そうです、はい、はい、じゃあ宇佐美君、はい、そうだな、なんか具体的にっていうとなかなか難しいんだけど、まあ、今後ちょっと夢は大きくっていう感じで持っていくんだったら、やっぱりそうですね、コラボしたい。あー、そうですね、コラボってあるね、ない、うん、あー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 、
あ、そうか、ね、コラボ一回セアのエビチュンとありましたけど、セアの働く方とも、そうそうそう、やっぱりその地元の方とか、はい、あのゲストとかを迎えして、うん、まあ、よりちょっとね詳しい情報もらったりとか、そうですね、ここポイントみたいなのはあったんですけど、まあ、それもすごい楽しいし、うんうん、今後もゲスト、ゲスト、そうですね、ゲスト募集中です、募集中です、ゲスト我こそはという方も、うんうん、と同時にあとね、例えばチャンネル持ってあの自分で動画配信されてる方であったり、あとはね周辺のなんだろう、お店とか、まあ、そういったところとも一緒にコラボっていう形で、まあ、動画作れたらそれも楽しいのかなと思います。そうですね、うん、地元の企業とか、ね、地元ね、まだお店とかね、まだ全域やったわけでもないし、まだまだ可能性があるのかなと思ってます。ありがとうございます。よろしくお願いします。コラボ募集中です。コラボ募集中です。行きましょう、行きましょう、一緒に。はい、はい、まとめ、まとめ、よし、まとめかどうかわかんないですけど、はい、まあやっぱ相鉄線の魅力というか、それは相鉄線であり相鉄沿線でありをやっぱ配信していきたいっていうのがもうずっと思いとしてあって、でまだまだやれることもたくさんあるのかなと。だからまあね、逆になんか動画見ていただいた方からなんかちょっとこういうのやってみてくれませんかみたいなコメントとかもらえるとすごく嬉しいですし、そうですね、なんかそう、視聴者さんコメントも最近ついてきてるから、コメントありがとうございます、ありがとうございます、コメント全部見てますね、まあね、だからそういう感じでなんかあのいろんな人に知ってもらって、でとりあえず僕個人的な目標なんですけど妹の子供が京急ユーザーなんですよ。お、京急ファンなんで、はい、ちょっと相鉄ファンにしたいな。今先頭に入ってます。それって住んでる地域的にいやでもいいですよね、ファンにさせましょう、うんうんうん、であとは個人的に、まあ、いろいろ思いこれしたいなあれしたいなってあるんだけど、一番は相模鉄道さん、ぜひ我々をなんかいい具合に使ってください。今コラボって話があったけど、本当相鉄とコラボできたらもう最高だよね。やばいよね。まあまあ夢です。うん、夢が憧れがありますからね。だからなんかそういうね、まあ夢だったりとかを叶えられるようにこれからも頑張っていきます。そうですね。夢を、相鉄さんとコラボ。相鉄公式、相鉄公式でね、公式 YouTuber になれるように、ね、頑張りたいですね、はい、これからも応援していきましょう、うん、さんね、いろんな魅力発見して配信していきたいと思います、はい、そうですね、あと、あ、まだ時間ありますね、そうですね、はい、じゃあ、あとはじゃあ雑談でもしますかフリートークの、ね、フリートーク、そうですね、まあでも2022年はまだまだやっぱ配信していくべきもの、はい、たくさんあると思うんですよ、ね、まあ、一番は、ええ、やっぱさらに、ね、東横、そうですね、新横浜方面、うんうん、あれが確か2022年開通だったんです、うん、そうですね、まあ、新横浜線ビッグイベントがもうね、そうだ ね、うん、ビッグイベントですね、うんうん、で、まあ、あとはね、さっき宇佐美が話してた夢が今どんどん開発してるし、ね、そうだね、うん、開発を再開発計画もね、いろんなところでちょいちょいあったり、それこそ海老名の、うん、そうね、駅らしい工事もね、再開発だと思うし、楽しみですね、いろんなことが本当、目が離せないんですよね、ソーニャングッズはボンボン出るし、うん、時間が足りない確かに本当に追っていくのに、うん、ファンとしてはね、そうですね、あと我々やってないのが相鉄バスを追うっていうね、あ、そうです、バスもね、来年はちょっと注目していきたいですね、そう、そうですね、相鉄バスもね、奥深い、うん、奥深いですよね、結構そのなんかここが二俣川だから、こう、あ、ちょっと団地とか多いじゃないですか、二俣川の左近山団地とか、あっち方面とかも多分そのグルメ的だとかなんか商店街ってあると思うんですよね、やっぱ昔ながらとか、だからやっぱ駅以外にもやっぱり多いと思うんですよね、うん、あれから絶対またいい発見があると思いますよ、うん、
確かに再開発っていうのもすごい楽しみだけど、うん、意外とこんなところに商店街あったとか、そうね、お弁当屋さんあったとか、そう、そういうのってなかなかね、うん、歩いて実際にしてみないと分かんないですからね。あ、あとやりたいのがあります。弥生台の桜を撮りたい。ああ、はいはいはい、はいはい、弥生台の桜は前回宇佐美とね2回ぐらい行ったんですけど、撮りそびれちゃって、時期的に、ね、緑園都市の時の回2人で行って、うん、駅前の、まあ、撮れたじゃないですか。駅前撮れました、ね、あのあと実は緑園都市じゃなくて一人乗ってんすよ、弥生台。弥生台行きましたね。弥生台行ってんだけど、あまりにも咲いてなかったから、うん、その映像全部なんか Vlog の方でちょろっとだけ載ってるんですけど、でもやっぱりあの時はほぼほぼ枝でしたね、まだつぼみぐらいかな、うん、そう、その時はまだ桜が咲いてないっていう時で、うん、でその後に実はまた行ってるんですけども、そう、弥生台、その頃はもう雨とか降っちゃって、もう花びらが散っちゃって、散っちゃってたよね。そう、綺麗な状態の弥生台を見てない、ね、そう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 、ライトアップとかもされて、すごいいい場所なのにまだね、抑えられてないですね。そう、まあこれはもう2022年ですね。ね、そう、リベンジマッチ行きますか。そう、そのね、時期が1週間だけの時とかのやつをね、うん、桜はでもね、うん、短命ですから、うん、二股間のやつは撮れたんですよね。撮ったね。そう、あれそうね、結構ね、よかった。あれは結構ドラマチックな展開でしたね。あ、お茶ありがとうございます。お、ありがとうございます。ありがとうございます。あとね、私あそこに行きたいんですよ。お、どこですか。相鉄フレッサイン。あ、あ、相鉄フレッサインね。そうだ、はい、うん、あの部屋泊まりたいよ。あれ横浜駅にね、出たって話ですよね。横浜駅東口の、うんうんうん、まあ、予約がいっぱいらしいっすね、うん、やっぱ皆さん好きな方多いんで、ソニア大人気だからね。どうしても、ね、みんなソニアファンのみんながわーっと、そうだね、していいのかな、うん、相鉄のね、あの京都にもね、あるって話だからね。確かに確かに、京都が最初あって、うんうん、そうっすね、いや行きたいね、確かに、うん、ソニア、うん、ソニアとフレッサインに行って、あとあれだね、相鉄のあのバスとか行って、高速バスとか使ってね、どっか行くとかでもありだしね。そうですね、うん、川口湖に行ってみたいとかね。確かに、うん、高速バスもありますね、うん、いや、もう奥深いというか、うん、そうですね、上げれば上げるだけ、もう切りがなくなっちゃいますね、うん、お、じゃあ赤字なんで、そろそろ締めに入りますか。はい、はい、あっという間に、はい、来てくださった皆さんありがとうございます。相鉄会 YouTuber の相鉄線 YouTuber の相鉄会って言います。よかったら、ありがとうございます。こう、お茶もくださってありがとうございます。ありがとうございます。はい、配信、ツイキャスもこれからやっていくのと、 YouTube も、ガンガンアップしていくので、ね、これからぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、なので、この動画は、まあ、録画切り抜きとかで YouTube にアップできたらなと思うので、はい、それを見ていただいて、我々はどういう活動をしているのか、そうですね、見てもらいましょう。見てもらいましょう。はい、はい、もうちょっとあるか。はい、なので、うん、ツイキャス、まあ、ツイキャスもなんかこうやって見てくださる方がね、ちょっとでもいるんだったら、ね、こう収録日とかに一枠回すとかでもいいと思うし、うん、それからなんか広がるってなったら、うん、いいと思うので、今日はちょっとそのアカウントできたよってことと、今日の夜配信するよってことしかツイッターで言ってなかったので、うん、時間とかもね、なんか夜っていう、あ、ね、結構ざっくりな感じになっちゃったんで、うん、今度はね、収録日に合わせてとかって、うん、そうですね、何時とか言えたら、うん、とか、もうちょっとみんな見てくれる人が増えたら楽しそうですね、うん、そう、でもみんなとね、今度お話とかもできたら、確かにそうですね、コメントでね、やり取りとかできたら面白いなって思います、うん、実際多分、俺たちより知ってること多い人もいると思うので、あ、まあね、相鉄会の ね、そう、チャンネル登録してくれてる方とかは地域の方も多いと思うしね、そう、うん、なのでぜひぜひこれからも相鉄会をよろしくお願いしますって感じですね。そうですね、はい、じゃあ、一人一人また名乗るか。相鉄会のダーちゃんでした。ひろしです、ありがとうございました。うさみです、ラーメン好きです、ありがとうございました。あ、ラーメン屋巡りしなきゃいけないの。そうだね、ラーメン巡り、横浜だしね、はい、ぜひラーメン屋の情報待ってます。じゃあ、ラーメン屋さん巡りしましょう。あれですね、締めの挨拶は、はい、そうにゃんですね、やっぱり。
我々的には、我々的にはそうですね、残り10秒じゃあ、行きましょうか、じゃあ、はい、終わりの挨拶は行きましょう、はい、せーの、はい、そーにゃ、かしゃかしゃありがとうございました、ありがとうございました。